もうやろう。こっち背景で。お願いします。どう？かっこいい。音取れてる。音は取れてます。なんか、どこの人っすかね。カンタの大冒険へようこそ、カンタの個人チャンネルでございます。どうしても撮りたい動画があって、最近個人チャンネルもなかなか更新できてなかったりとか、するんですけども、実はまあ個人チャンネルが投稿できない間に何してたかっていうと、いろんな、俺だよね。ボロボロ状態なんです。日焼けもして、ね、いろいろな映像を撮ってたわけですよ。竹焼兄やんの、新曲のね、ミュージックビデオを私が監督させていただくことになっております。はい、ケンちゃんもね、一緒にやって、はい、すごい撮影だったよね、あれ。すごい撮影です、もう暑すぎ。竹焼さんから、依頼していただきまして、そうなってくると本気でぶつかりたいなということで、めちゃくちゃ頑張りました。で、周りのメンバーにも本当にたくさんの人に手伝ってもらって、満足した出来になったのが昨日昨日、本当に昨日です。昨日だよね。今日の朝までやってたよね。はい。で、めちゃくちゃバタバタしてって、で、ここはさすが竹焼兄やん。うん。今日公開ということで今の時間が、何時今？あと32分後公開だよ。コラボとかさせていただいてる竹焼兄やんをかっこよく撮れるっていうところで、すごい協力していただいて、ハードな撮影をさせていただいたわけですよ。はいはいはい。割れるかもしれないアクリル板に先輩乗せたりとか。ヒヤヒヤしましたね。そんな中でも竹焼さんがもう本当に、何でもやったるでーって感じで言ってくれてて、うん、もう最高だったんですよね。曲もめっちゃかっこいいし、うん、できた結構傑作というか、ぜひ見に行ってください。ありがとうございました。はい、どうも。カンタの大冒険へようこそ、カンタの個人チャンネルでございます。見てください。本当に大冒険の感じになってきました。ということでですね、本日はですね、私なんとミュージックビデオの監督をする人になっております。はい。でですね、今年に入っても青山学院のミュージックビデオ撮影させていただいたりとか、夏に向けてね、あと1本2本3本と映像もね、頑張ってやっていこうと思うんですが、やっぱりミュージックビデオを撮るってなって何をしたいかっていうとね、 YouTuber として映像頑張っていくぞっていうところと、 YouTuber として音楽を頑張ってるっていうね、この同業なんだけど別の土俵で一生懸命頑張ってる人と作品作りができたらいいなということで、今回はね、登録者200万人超えの大物 YouTuber さんと、なんと MV でコラボレーションしていこうと思います。今回は竹焼兄やんのミュージックビデオを撮っていこうと思います。イエイ。で、もう、まあ、ギリ晴れたし、こっからどんどん晴れるらしいんで、もう、めちゃくちゃいいミュージックビデオが撮れてると思うんで、概要欄に多分貼ってあると思うんでね、先見に行ってもいいですし、この映像の裏側を見てから、見に行ってもね、映像、ちょっと興味ある人とかは、こうやってミュージックビデオって作られるんだとか、実はこここんな時間かかってるんだとか、うちのチームで今日今、ミスター関が今カメラやってくれてますけど、で、ケンちゃんとか、うちのチーム、周りの人たちで撮るミュージックビデオなんで、この映像いいなと思ったら、皆さんもお仕事ください。営業もしつつね。まあでも、かなりいい映像になるかなと思ってるんで、非常に楽しみな6時起きでしたね。今日は、はい、ちょっと早かったですけど、昨日沖縄いたからな。しかもトラブってましたね。死にそうになった。飛行機がまず1時間遅れて、で渋滞で1時間遅れて、で、まあミュージックビデオの裏側ってこうなんだなとか言ってしまえば、ミュージックビデオって誰だって撮っていいというか、誰でも撮れるものなんですけど、そういう人たちの参考になればいいなという気持ちもあるし、実際映像って楽しいんだぞっていうところもね、伝わると思いますし、ラトゥニーの音楽に対する姿勢、僕ライブも見に行かせていただいてたんですけど、竹焼さんのそういう一面もね、まだカメラ回していいか許可取ってないんですけどそういうところも映せるんじゃないかなと思って、ミュージックビデオの裏側ってそんな見れることなくて、結構秘密とされてるよね。
あんま分かんないよね。なんで普段多分この世に存在しない映像をね、 YouTuber がミュージックビデオを撮ることによって見せれるんで、皆さんちょっと勉強してほしいですし、何かありましたら教えてほしいですし、一緒にね映像やろうって思ってくれた方はまたぜひ一緒にお仕事とかして一緒に映像作って遊びましょう。それでは今日一日頑張ります。今日一生懸命頑張ってくれるクリエイティブディレクター、今日そうですね、まあ、ケンちゃんです。はい、お願いします。お願いします。今日はどうですか？今日は曇りなのに晴れました。曇りなのに晴れました。矛盾してる。右なのに左でしたみたいな。いや素晴らしいですね。で今回鉄塔を使う MV ということで、ケンタどうやってこう場所とかもそうだし、許可は難かったですけど、そうです、国交省とかに連絡してちゃんと使えるように来ました。すごいね、気合だね。すごい、めちゃめちゃ助かった。ロケーションもいいし、晴れたし、鉄塔も撮れるし、ドローンも撮れるし、楽しみ。これマジで頑張りましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。恥ずかしい、やり慣れてないの。よろしくお願いします。頑張ります。ちょっと暑いと思うんですけど、楽に撮影していきましょう。いいものを作って休むっていうシステムを導入していこうと思っているので、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。オッケーでーす。いい感じ。めちゃめちゃいいです。暑いっすね。めっちゃどれぐらいやろ、どれぐらい、なんか、もうちょっと抑えめなのか、もうちょっともう一回トレ一周行っていいですか？もう一回戦やる。もうちょい行ってもいい？もうちょい行って帰るんですよ。カメラももうちょい動いてもいいかもしれない。オッケー。カメラお願いします。参りました。はい、じゃあ音楽お願いします。行きます。よーい、スタート。傘もやり溶けて日差しまぶたに差し、ガラスを立てて声枯らす、あの目が聞かなくてもありのままさ、いいのいいの漠然と時間は過ぎて空振る。いいっすね。ラストまで行きましょう。暑いだろうな。オッケーでーす。完璧です。はい、カット。もう一回行きます。なんかサビの入りでもうブシュって行きたいから、うん、もっと早くから動いててよくて。わかりました。暑すぎる。こんなに健康にいいこともないですね。よし、いいのが撮れてますね。竹脇兄やんがイケメンだね。お疲れ様です。最高。ありがとうございます。最高ですよ。いいのが撮れてた。撮れてました。めっちゃかっこよかったっす。はい、こんなシーンです。はい、ありがとうございます。いきまーすか、一回テスト。はい、じゃあ、一旦曲。オッケーでーす。めっちゃかっこいい。はい、ということで、次のロケ地なんですけども、ここで電脳世界を表現しようと思ってます。知らないでしょ？この MV の裏コンセプトは、ロックマンなの。ロックマンエグゼをモチーフにしてるから、現実世界と電脳世界で実は分けて、 YouTuber が素の自分と編集がある姿って違うよねみたいなところをすら表現してるっていう感じで、まあ自己満でやってるだけなんですけど、このライトがネット回線みたいな、ネット回線みたいなことで、さっきのネットがネットを発信してるってことなんですよね。都心の絵とか電線とかが編集で色が変わってくっていうのは、そういうことを表現することによって世界がちょっとずつ変わり始めるっていうのを表していたというお話なんで、このシーンが撮れたらもう僕は満足です。かっこいい。じゃあいきまーす。よーい、スタート。いいね、上。OK ですね。じゃあ竹脇さん、座るところから撮ってもいいですか？で開いて、タイピングして、タイピングして、で、薄サビのところはちょっと2番終わって、あの乾燥のところから入っていって、まあ、ちょっとピアノとこう連動しつつっていうイメージにして、で落ちサビは
なんかちょっと自分の素の自分で歌ってるぐらいの感じでちょっと落として最後バッっていう感じで。じゃあ音楽いけますか。じゃあカメラお願いします。わかりました。じゃあいきます、よーいスタート。改善点あるんだろう。落ちサビのところは別にタイミング一回止めていいかもしれない。あ、オッケーオッケー。はい。よし、じゃあもう一回行って、これ終わったら最後手元取って終わりです。はい。行きます。はい。音楽お願いします。よーい、スタート。オッケーです。ここオッケーです。じゃあ手元寄りましょう。はい。めちゃくちゃかっこいい。次はもう音なくてもいいぐらいです。カメラどっから行きます？こっちから行きます。せーの、ほい。すいません、ごめんなさい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 、ちっちゃい大丈夫ですか？はい、大丈夫です。じゃあラストカットです。で、まあ、パンと閉じていただければ。うん、3秒ぐらい。そうっすね、3秒ぐらい、ちょっと長めにやってもらって。あ、でも自分の息で、まだ立ち上がってもらってもいいっすね、もう立ち去るみたいな感じ。じゃあラストです。お願いします。じゃあ行きます。じゃあ行きます、よーいスタート。これ最高のものが撮れたんじゃないですか。楽しみにしていてください。めちゃくちゃ楽しみ、本当に。いや、マジで暑い中ありがとうございました。何回も歌ってもらって最高の夢にします。もう YouTuber じゃなくて監督な顔ですよ本当にそんな感じちょっとありましたよね。ね、さっきツーショット撮った時にもう YouTuber じゃなかった監督顔やったから。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもありがとうございます。終了しました。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。あ、お弁当が食べてない方、有飯あるんで、食べてください。結構余ったわ。あ、多分全然食べてない。はい、ということで、朝6時から夜の23時ぐらいまで撮影が終わりました。終わりました。ということでですね、こんな感じで、まあ意外と本気でやってるわけですよ。うちのね、映像チームのみんなも技術ありますし、助けてくださるチームのみんなもね、本当に優秀でして、すごい嬉しい限りですね。たけやきさんの方の映像も多分公開されてると思うので、このタイミングで、ぜひ皆さん見に行ってみてください。お願いします。ここから僕が編集に入ってやっていくんですけども、力も借りつつですけど、本当に僕の脳内にあった映像が、バチッと撮れたなと、この能力つきましたね。ぜひ皆さん今後もこういう映像ね撮らせていただける機会があったらぜひ見てほしいです。やっぱ YouTube で活動して10年経ってだからこそできる映像もありますし、だからこそこういう作品を作ることでできる YouTube の動画もあると思ってるんで、そのね二足のわらじってことじゃなくて、どっちも僕にとって YouTube とかものを作るってことなんですよね。なんでこういう一面もあるんだなと思ってもらえたら嬉しいです。ということで以上カンタの大冒険でした。ありがとうございました。みんなありがとう。